これ限定品にするのは僕的に言えばもったいないかなって思います。チャンネル登録およびメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこんにちは、ジェシオレゴブルダーヒロイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、エゴアイコニックブラックトロンクルーザーです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2023年の元日からキャンペーン限定のレゴになります。ちなみにキャンペーンというのは1月1日に2万3500円以上購入することでこちらのセットがもらえることができます。いやー、もうようやく手に入れることができました。ちなみにこれ買った理由なんですけど、来年の JBF の新作変形合体ロボのパーツ目当てで買いました。ちなみにブラックトロンというのは1980年代頃に発売されたレゴスペースシリーズとなっております。名前の通り機体全体がブラックになっていて、差し色に黄色と赤のクリアパーツとかが使われていますので、めちゃくちゃ渋くてかっこいいです。箱のデザインも80年代当時のものをオマージュしております。箱の後ろはこんな感じです。ちなみに以前クラシックスペースの銀河探検隊を作ったんですけど、このセットも本当に素晴らしかったので、今回のブラックトロンも作るのが楽しみです。こちらのブラックトロンクルーザーは非売品となっていて、ピース数は356個入っております。ちなみにこちらはメルカリで4200円で買いました。ではこちらのブラックトロンクルーザーを組み立てます。組み立てが終わりました。おお、このブラックトロンクルーザー思ってたより長いですね。やっぱこのブラックのカラーに黄色のクリアパーツと赤いクリアパーツが使われていますので、めちゃくちゃ渋くてかっこいいです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で45分かかりました。小さいパーツは結構あったんですけど、複雑な造形とかもなかったので結構作りやすかったです。ではこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成、ブラックトロンクルーザーです。はい、完成しました。おー、これがブラックトロンか。いや、素晴らしい。動画でも言ってるんですけど、僕オールドレゴ系は買ったことないんですけど、これね、オールドレゴの雰囲気すごい出てますよ。いや、これは素晴らしい。ちなみにシール貼りなんですけど、1分で完成しました。これ限定品にするのは僕的に言えばもったいないかなって思います。はい、今回付属するミニフィグについて紹介します。左からブラックトロン隊員、ブラックトロンのロボット、ブラックトロンのロゴマークのあるケースになっております。まずはこのブラックトロン単位のミニフィグから見ましょう。機体をぐるっと見回すとこのようになっております。いや、この全身ブラックなのがめちゃくちゃかっこいいですね。で、このプリントパーツも80年代頃のレゴのミニフィグのプリントパーツをオマージュしているところがすごい凝ってると思います。ちなみに表情はこのようになっていて、表情についてはクラシックレゴのミニフィグと一緒になっております。ちなみにこれすごいのが、裏面にもなんとプリントパーツがデザインされております。こういったところもよく作られております。ちなみに銀河探検隊についてくるミニフィグと並べるとこんな感じで、違いについては胴体のプリントパーツとヘルメットの造形が若干違うだけですね。もうそれ以外は全部一緒になっております。はい、続いてはこちらのロボットを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ロボットについては小さいパーツでよく作られております。ロボットは腕がこのように稼働します。であとは胴体がこんな感じでヒンジで動きます。ちなみに銀河探検隊についてきたロボットと並べるとこんな感じで、大きさは少しだけ小さいです。はい、そして最後はこちらのブラックトロンのロゴがあるケースです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このブラックトロンのロゴがあるのがめちゃくちゃいいですね。ちなみに中は何が入ってるのかというと、このパーツが入っております。多分鉱石なんじゃないかなって思います。
。このブラックトロンクルーザーにはミニフィグに持たせるアクセサリーパーツがいっぱいついております。左2つがビームライフルで、真ん中が金属探知機で、残りはスパナとハンマーです。これだけアクセサリーパーツがついてるのもなかなか見どころだと思います。はい、続いてはこちらのブラックトロンクルーザーを見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。正面から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。あ、そうそう、ちなみにこのブラックトロンクルーザーなんですけど、3つのメカが合体してできた姿になっております。じゃあちょっと一回3つのメカに分離します。はい、こんな感じです。1号、2号、3号になっております。じゃあまずは1号を近くで見るとこのようになっていて、ここは多分ビーム砲台だと思うんですけど、このビーム砲台のクリアパーツめっちゃ綺麗ですよね。そしてここにはブラックトロンのロゴがあります。あ、ちなみにブラックトロンのロゴなんですけど、全部シールで再現されております。この操縦席の黄色いクリアパーツもすごいかっこいいですよね。操縦席はどのようになっているのかというと、はい、操縦席はこのようになっていて、造形についてはシンプルなものになっていて、このモニターはシールで再現されております。で、機体のこの部分に先ほどの金属探知機を取り付けることができます。続いてウィングはこのようになっていて、ウィングの造形についてはシンプルな造形になっていて、ここにヒンジがありますのでこのように稼働させることができます。こんな感じでコンパクトにすることもできます。裏側はこのようになっていて、裏側のこの部分がジョイントになっております。はい、続いてはこちらが2号艇です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。あ、ちなみに言い忘れてたんですけど、1号は操縦席で、2号は格納庫になっております。これがジョイントになっております。僕的にこのピンパーツで繋いでるんじゃないかなって思ってたんですけど、これはただの飾りになっております。後ろはこのようになっております。2号艇のこの部分がハッチになっていますので、このように開けることができます。このハッチなんですけど、ちょっと開けづらいんですよね。で、上を開けると、はい、内部はこのようになっております。この部分はプリントパーツではなくてシールで再現されております。で、ちょっと見えづらいんですけど、ここにヒンジがありますので、先ほどのスパナとハンマーを入れることができます。で、この中にスペースがありますので、このようにミニフィグを乗せることができます。ちなみにこれミニフィグだけじゃなくて、このケースもすっぽり入れることができます。で、あとは先ほどのロボットも入れることができます。まあ、入れるというよりかは乗せてるだけです。で、あとはこの天井部分のこのポッチの穴に先ほどのビームライフルを取り付けることができます。はい、取り付けるとこんな感じです。はい、そして最後はこちらの3号艇です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。と、3号艇には赤いクリアパーツがふんだんに使われております。そしてこの3号艇の尾翼の部分はこのように取り外すことができて、後ろのエンジンもこのように取り外すことができます。では合体させてブラックトロンクルーザーにします。ちなみにジョイントはこのようになっております。このようにセットすると、はい、このように合体します。あと先ほど取り外したエンジンと尾翼も合体させて、そして最後に1号艇と合体させれば、はい、完成、ブラックトロンクルーザーです。いや、こういう合体ギミックがあるレゴめっちゃ最高ですよね。じゃあブラックトロン隊員を乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。はい、ではこのブラックトロンクルーザーのギミックを使って組み替えたいと思います。まずちょっと2号艇なしで、ちょっと1回3号艇と合体させてみたいと思います。おお、あ、これはこれでなんかいいかもしれない。あの、オールドレゴでこういう小型の戦闘機とかってありましたよね。あの、付け忘れたんですけど、エンジンも取り付けます。はい、取り付けるとこんな感じです。あー、これはこれでかっこいいな。じゃあ逆に2号艇を一番後ろにつけてエンジンを取り付ければ、はい、こんな感じです。あ、これはこれで見栄えとかはすごい変わるので、これはなかなか面白いと思います。はい、3号艇なしの状態はこのようになっております。あー、でもやっぱ3号艇はあった方がいいかなって僕は思います。はい、こんな感じで1号艇のみにすることもできます。あー、でもこれはこれで大きさとか迫力には結構欠けますね。はい、では最後にこちら、いよっと、銀河探検隊の船と並べるとこんな感じです。おー、いや、これは最高ですね。昔のレゴ持ってる人からしたらこれはもう夢のようですね。ちなみに大きさはこのようになっていて、銀河探検隊の宇宙船はブラックトロンクルーザーの約2倍分はありますね。いや、やっぱ銀河探検隊の船めっちゃでかいな。はい、そして最後はこちら、じゃーん。僕が作ったブラックトロンの変形合体ロボのトロンソルジャーと並べるとこんな感じです。おー、やっぱね、統一感があるので、ブラックトロンにいてもおかしくないですね。あ、ちなみにこのトロンソルジャーなんですけど、一部のパーツは
もうブラックトロンと全く関係ない色を入れてるんですけど、一応これはこれでブラックトロンシリーズかなって思っております。このブラックトロンクルーザーはオールドレゴ持ってた人やブラックトロンが好きな人にはすごいおすすめできるセットだと思います。で、最後になるんですけど、このブラックトロンクルーザー唯一モノモースというのであれば、このブラックトロンのロゴが全部シールになってるのはちょっと個人的には残念かなって思います。2万円以上買って手に入れるセットの割にはシール貼らされるのはまあちょっと残念かなって思います。ちなみにさっき紹介した銀河探検隊は全部プリントパーツになっているので、どうせだったらこれも全部プリントパーツにして欲しかったなって思います。はい、レゴアイコニックブラックトロンクルーザーはこんな感じです。はい、ということでレゴアイコニックブラックトロンクルーザーを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたこちらのブラックトロンクルーザーはめちゃくちゃかっこよかったです。まずブラックトロンという名前だけあって、機体のカラーの8割がブラックになっていて、差し色に黄色いパーツと赤いクリアパーツが使われているところがめちゃくちゃかっこいいと思いました。あとはさっき動画で見せたんですけど、機体がバラバラになって自分好みにカスタマイズできるのもとても素晴らしいと思いました。まあ強いて言うのであれば、このセットのシールは全部プリントパーツにして欲しかったなって思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。